ぽんかんぽん。本日の動員人数を発表します。1119人です。達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。今回は1400人達成させたらセンチュリーホールでワンマンライブができるということで、初め聞いた時嘘なんじゃないかって思ったし、アイドル教室の先輩方とかが積み上げてきてくださったこのアイドル教室に自分がこう関われてきてることもすごく嬉しいですし、こうやってみんなで作り上げてきたアイドル教室が8周年を今年で迎えるこのタイミングに、そしてこの8人で ZEP 名古屋に挑めるっていうのは本当に何かの本当縁なんじゃないかなって思うので、勢いをそのまま2月に持っていって、アイドル教室さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思います。アイドル教室がいつかこう日本武道館とか名古屋ドームとかツアーで、ドームツアーとかができるようになるチームが私は目標であり夢なので、それを目指してまずは2月11日絶対1400人達成させてセンチュリーホールでワンマンライブ決めたいと思います。頑張るぞ。アイドル教室の選抜メンバーになって2回目の ZEP 名古屋となるので、前回は全身全霊で頑張ったんですけども、今回はですね、見せるというものをテーマに頑張っていきたいと思います。やっぱり自分らしさをもっともっと出して、 ZEP 名古屋の広いところでもたくさんの人に私を好きになってもらえるように頑張りたいなと思っていますし、1400人の大目標は絶対に達成して、絶対にこのメンバーでセンチュリーホール立ちたいと思っています。なのでアイドル教室をこうもっともっと下から盛り上げられるような存在になりまして、 ZEP 名古屋のワンマンライブ絶対に成功させます。私の個人としては3回目の ZEP 名古屋になるんですけど、前回の ZEP は特にアイドル教室メンバーとして関わらせていただいたので、前回の ZEP で感じたこと、次の ZEP 名古屋前回でもさらにいいものにしたいと思いますので、絶対1400人集めたいので、ぜひ皆さん2月11日は ZEP 名古屋に足を運んでくれると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張るぞ。私としては ZEP 名古屋のステージに立つのが3回目で、私がデビューした場所でもあってすごく大切にしたいと思ってますし、絶対1400人集めて、絶対センチュリーホールでアイドル教室としてワンマンライブをしたいので、皆さんぜひ来てください。ちょっとでも気になってる方や興味ある方来てくれたら嬉しいです。絶対2月11日は ZEP 名古屋で会いましょう。よろしくお願いします。来てね。去年の ZEP を経験するまでの期間ですごいいろんな私の自分の中で心の成長があったりして、8月の ZEP で1000人を達成すると、そこから自分の考えも変わったりして、その ZEP で1400人達成したらセンチュリーホールでワンマンライブをさせていただけることが決定していて、本当に素敵なチャンスだと思うので、アイドル教室ファミリーのみんなと私たちアイドル教室メンバー8人で絶対にこの ZEP 名古屋1400人達成したいと思います。みんなで一緒に頑張りましょう。イエイ。今回は月島さやか色をすごく出せたらいいなって思っていまして、この1400人という目標を達成したらセンチュリーホールなので絶対に成功させたいし、その上もどんどん新しいステージに行きたいので、絶対に1400人集めたいと思います。すごい楽しいステージにします。絶対に1400人集めてセンチュリーホールでライブしたいなと思ってます。1階2階3階の客席がもう埋まってて、ペンライトがキラキラしてて、そんなもう様子が思い浮かべるので、2月11日ぜひ ZEP 名古屋遊びに来てください。絶対に絶対に後悔しない一日します。
よろしくお願いします。私はアイドル教室に入ってもう11月で70年を迎えました。で、やっぱりこんだけ長いこと活動してるからにはなんかどんどん上に行きたいっていうのがあって、で 毎年 ZEP で目標動員人数を掲げてすごい素敵な大きなとこですライブをやらさせてもらって、たくさんのファンの方も来てくださって本当に毎回楽しいし、すごい自分の中でも思い出に残るし、毎回いろんな部分でステップアップできてるなって思うんですけども、次の ZEP で1400人集めてさらなるセンチュリーホールでライブするっていう大きな大きな目標を必ず叶えたいんです。どん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 大きいとこでライブやりたいと思うし、どんどん自分自身もステップアップしていきたいってまだまだ思ってるので、ぜひ一人でも多くの方に ZEP 名古屋のホンマライブ来てほしいし、アイドル教室の未来のためにも皆さんの力が必要なので、よかったら絶対来てほしいです。よろしくお願いします。お待ちしてます。どこから君の場合